いつもご視聴ありがとうございます。ボーリングのプレカットテープ。皆さんはどのようにカットされてますでしょうかこのえ切るタイプのプレカットテープ。もともとはあの普通のテープのようにえ真四角ですえ。これを指の形に切る方法と、 数だけ落とす、少し U の字に、少しだけ U の字にする方法と、まあ、いくつか、尖らせたり、三角にされたり、まあ、人によっては、ま、様々な、あの、やり方があるんですけども、えー、このやり方は、えー、特に、どの方法がいいっていうものは、ありません。自分に、指に合ったときに、 ボールに指を入れたときに、このテープがめくれにくいような形にしてください。どうしてもこの真四角で最初の状態ですと、角があるので、角に爪が当たってめくれてきたりします。なので、角をなるべく落とすようにして、 まあ三角にまあされてる方もまあ好みでいらっしゃるんですが、あとはもう自由にやっちゃっていいので、自分の好きなようにテープを切ってください。で長さも、えー、最初は僕もこのぐらいの長さで1枚切ってたんですけども、もう指の触れるところだけ、自分の指を触れる長さでいいです。なので、 人差し指のだいたい長さぐらいの、えー、なを切る必要はないです。えー、これを何枚か上に被せていくんですが、えー、土台だけ、えー、ひっついた時に剥がしにくいので、土台、一番下の土台に上にある部分ですね。この まあ人によって違うんですが、まあこの基本一般的にはこの細いテープを2枚か3枚重ねて、その上にまあこのテープを貼る方がまあ多いと思うんですが、この場合ですと、もう一番下の土台の部分だけやや長めにしといて、その上に貼る テープはもう本当に指の触れる長さの分だけでいいです。長く切ってしまうとえテープがもったいないのでこう短く切ってるとテープを長持ちさせる長持ちさせ1回で消費してしまうのが2回分とか使えますのでえおすすめですのでえ皆さんも、えー、このような長さでえ土台だけ長めの 上に2枚3枚貼る場合は、この指に触れる、自分の指に触れる分だけの長さで貼ってみてください。ということで、今回はボーリングのテープの使い方のご紹介でした。また次回も投稿するので、ぜひお楽しみにください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。